はいどうもこんばんは今日はねこれセクリットっていうこれカードケースなんですけどこれをご紹介したいと思います最近僕はこれに変えましてもう2週間ぐらい使ってるんですけどものすごくね使い勝手がいいのでちょっとね動画で紹介しようかなと思って急遽ね今撮影してるんですけどこれねギミックがあってちょっと今やりますねちょっと見ててねはいこんな感じで 自分が使ってるカードをピッてね出すことができるっていうギミックがあるのでガジェット好きにはちょっとねゾクゾクするぐらいたまらないカードケースになってますでこれはねこの下のレバーがついててここをキュッて引っ張ることでカードが出てくるとでカードの出方もねこれ見てこんな感じで段差がついて出てくるので使いたいカードをこう選びやすいんですよねあのトランプのこうカードみたいにね でこれがね非常に便利っていうのと僕はこの飛び出してくるっていうこのギミックにね、えー、まあこれに、ね、憧れて購入したっていうのがあるんですけどとにかくこれすごい便利なんですよね、えー、僕はもうかなり前からねあの決済は全部キャッシュレスで行ってるんですけど普段はスマートフォンで、えー、ピッっていうね楽天エディで決済してたりとか前に紹介しましたけどこれピクセルウォッチね今はこのピクセルウォッチとかでも コンビニでピてて買い物ができてしまうんですねなので普段の買い物で財布を使うってことがまずなくなりました財布を使わないんでね財布は基本的に持ち歩かないんですけど運転免許証と保険証はねやっぱり持って歩きたいっていうのがあってどうしてもねこういうカード入れが必要になってくるとで以前ね僕はねずっとねこれ使ってたんですねこれもね小さなカード入れなんですけどこんな感じで紐を引っ張ることでこう出てきてね こんな感じででカードを出して使うこことができると。がきるれはこれでね、すごいねこれよりもものすごいコンパクトで本当ねカードと全く同じ大きさなのでこのままポケットの前ポケットが入っちゃって全く邪魔にならないと。でこれね、ね。すすごい使い使勝手が良かったんですよ、ね、小銭とかが欲しい時もあるのでこんな感じで小銭のねここに入れて使うんですけどこれはねここが裸でこうカードが出てるんですよね。 なのでポケットにこう入れて持ち歩いてるとここがどうしてもすれてきちゃってカードがねこう薄くなってきちゃったり汚れたりしちゃったりするんですよね。それとねあとこのここに小銭を入れてるんですけどこれがねよくポロポロ落ちるんですよこれ。こんな感じでポロンって小銭が落ちてしまうと。というのがあってえなかなか不便だったんですよね。まあカードを持ち運ぶっていう意味ではこうねヒュッとやってカード出してこう選べるので。 すすごく使い勝手は良かったんですけど、いかんせんね、ここに入れてる小銭がポロッと落ちてしまうのとあとはあの千円札1枚ぐらいは持ち歩きたいなっていうのがあって、えー、千円札お札を持って歩きたい時にはちょっとこれね難しかったんですよね。なのでこのカードとカードの間に折りたたんだ千円札とかを入れて持ち歩いてたんですけどやっぱりね使う時すごい不便なんですよね。普段ね、財布を持ち歩かないいとはいえ、 現場の帰りとかにたまにねご飯食べに行こうかとかねそんな感じになることがあってそういう時に食堂とかに入るとまあ地方の食堂とかだと電子決済には対応してないしカード払いもできないところが多いので現金で払うっていうことになるんですけどそういう時にどうしてもね1,000円は最低でも必要だということでそういう時にねこう払うのがすごい大変だったんですよねここから1,000円をこう,こう引っ張り出して。 払うっていうのはすごい大変で使い勝手がこれ良くなかったんですよねというのがあって最近これに変えましたでこのセクリットはまず簡単にこのカードがヒュッて出てきてこの段差になって出てくるので非常にカードを選びやすいっていうのが一番の特徴ですよねその他にもこう開くとねこんな感じでお金を入れることができるんですよねこんな感じで1000冊2枚ね今入れてるんですけど でここを折りたたんでこうやって持ち運ぶことで、えー、お札を持って歩くこともできるとで取り出しもねこんな感じでパッて1000札取り出せるんで結構取り出しやすいとその代わりに、ね、小銭を入れるっていうところはないので小銭が出た場合にはもうそのままポケットに突っ込むとそんな感じの使い方しかできないんですけどこっち側ねお札を使うってことは数ヶ月に1回ねあるかないかっていう頻度でしかないので ほぼほぼこのお札を使うってことはないんですけどこんな感じで1,000円札を入れてあるっていうことですごく心強いんですよねっていうのがありますなのでこれに変えたというところですねさらにこのセクリットはここにねカードがまあさらに入れれるようにはなってるんですよね一応ねここにねあの小銭は入れてるんですよねこんな感じで、えー、150円だけ入れてあります えこれはね、あのー、自動販売機でジュース飲みたくなった時に、えー、どうしても小銭が欲しい時があるんですよね。でまあ1000冊で買ってもいいんですけど1000冊で買ってしまうとジャラジャラと小銭が出てしまうので、えー、こんな感じで150円だけ入れてあります。これはねもともと小銭入れるための場所ではないのであんまりねいい状態とは言えないんですけどこんな感じで小銭を入れておくことで。 えー、千円札と小銭がちょっと入れることができて基本のカードをこうやって持ち歩くことができると個人的にはこの使い方がすごく便利ですでねこのセクリット何がいいかっていうとまあ当然このねギミックもそうなんですけどこれだけじゃなくて、えー、僕はねこれ今撮影用にこれ全然関係ないカードね <laughs> これドローン検定3級のカードですけど基本的にはここにね運転免許証と 保険証、あとは各種クレジットカード類を入れてあります。何がいいかっていうと、どこでかけるにしてもね、これを持ってけば全て事足りるっていうね、安心感なんですよね。で、財布とかね、でっかいものを持っていくと、どっかに置き忘れたりとか、カバンに入れっぱなしにしちゃったりとかね、そんな感じで忘れてしまうっていうのが、どうしてもね、僕の場合はあるので、これだとね、ものすごく小さくて、 これが一般的なクレジ,ジットカードと同じサイズなんですけどそれをね一回り大きくしたような感じぐらいの大きさしかないとなのでこれズボンの前ポケットに入るんですよねなので基本的に僕はこれを会社に行く時には作業服の前ポケットに入れてます休日出かける時にも基本的には前ポケットにこれを入れるようにしてますなのでどっか出かける時にこれだけを持っていけば 大体のことはでできてしまううという安心感ですねこれがねこののセクリリットを持つ最大のメリットですね北海道なのでどこ行くにしても車の運転で車を使って行く必要があるので免許証は必ず肌身離さず携帯しなきゃいけないということで、えー、まあこれそれプラスねクレジットカードとかキャッシュカードとかをここに入れて持ち運ぶこともできるし保険証も普段入れてるので何かあった時にね 地方でどっか病院に抱かえかたい時にも対応できると。でさらにここにこんな感じでねセンサスを入れとくことでちょっとどっかでご飯食べたいよっていう時にも対応できるしここで小銭を入れとくことで自動販売機でどうしてもコーヒー飲みたくなった時にも対応できると。はいそんな感じで使い勝手がいいので財布を持ち運ぶ必要がなくなったと。これとスマートフォンと時計してね 出かければと、はすよに、ね、財布を持ち運ぶってなるとやっぱりどうしてもねポケットに入らない財布なので、えー、カバンに入れて持って歩かなきゃならなかったりとかね邪魔くさくて手で持ったまま移動したりとかして、えー、トイレ入った時に置き忘れてきちゃったりとかねそういう危険性があるので持ち歩かないことが一番の、ね、防御策っていうことで僕はねこれを使ってから すごくねあの心が楽になりましたというのもね財布持って歩くとやっぱりどっかでね忘れてきちゃったりとか置いてきちゃったりっていうねその不安感がどうしても付きまとうんですよねだけどこれの場合はマイポケットに入るのであの基本的にこれだけ持ってれば問題ないっていうのとどこにも置き忘れることがないんですよねっていう安心感がこれのすごくおすすめできるところですねデザインも色々あるので 僕はこの黒赤にしたんですけどすごい色もね色んなやつあるしここにパチンってボタンするタイプのやつもあるんですよねなので色々あるのでちょっと概要欄に貼っときますので興味のある方はちょっと見てみてくださいセクリットっていうのは基本的にこのねこのアルミの筒根、ね、このカード入れのことをセクリットっていうんですけどこれがねスキミング防止の機能があってまあこれに入れておけばカードをね不正に読み取られるということもないと そういうい安心感もあります。あとはこの後ろとかにね Suica とかそういうね交通系のカードを入れておくことでこれをそのままピッてやってね決済するっていうこともできるので Suica カのカードとかねそんな感じで交通系のそういう IC カードを持っててこうピッてやりたい方でもこれに対応できるとこのセクリットをお勧めしたい方っていうのは普段の決済はスマホ決済で済ませる人で たまにこういう感じでカードを使いたい人とか、免許証とか保険証とかマイナンバーカードとかね、そういう身分証明書は持って歩きたいよっていう方にはすごくね、非常にお勧めできるもんだと思います。カードの入る枚数なんですけど、僕はね、これ6枚のカード今入れてるんですけど、6枚でギリギリですね。このアルミのこのケースの幅っていうのが、これは動かないので、この幅的には6枚が結構ギリギリですね。一応使います。 まあ理想は5枚かなっていうところですね。例えばこれ1枚減らして、5枚でやります。5枚だとね、こんな感じですごいやりやすいですね。まあ6枚でも全然できるんですけど、こんな感じ。ただね、7枚になると、えがっちりね、ここ挟まっちゃって出てこなくなっちゃうと。なので、えー、これ使う場合は6枚が限度ですね。6枚プラス、この後ろ側ね、ここに2枚ぐらいずつは入るんで、 2枚2枚でまあ最大10枚ぐらいは持って歩けると思うんですけどこういうねギミックを使いたい場合は、えー、このセクリット本体の中には6枚が限度かなっていうところですねでこれ別に枚数が少なくても大丈夫です例えば今これ4枚にしました4枚にした場合でもはいちゃんとね普通に使えます4枚でも使えます このちょっとねカメラで見にくいと思うんですけどこの横のね奥の方に赤いね部分があると思うんですけどここにね横両サイドの滑り止めが入ってるのでカードがこう出てこないんですよね例えば1枚だけ入れますけど1枚でもこう全然使えるんですよで出てくることもないんですよね全然落ちることもないので滑り止めのおかげでこうカードががっちり固定されるので出てくることはないとで1枚でもちゃんとこうやってね使うことができます 2枚にしてもこんな感じでね2枚でも使うことができるとはいで例えばこの中にもう1枚足して3枚にしても使うことができますセクリット本体のこのこの隙間ですねこの隙間に入る以内であれば何枚でも使うことができると少ないかといって別にこうね落ちるわけでもなくね滑り止めがちゃんと効いているので落ちてくることはないので安心して使うことができます はいこんな感じでこの状態で上からこうカッコって足すこともできるので使い方は全然ねいいですねでさらに6枚ね6枚のカードを突っ込んでもはいこんな感じで使うことができます僕の場合は楽天カードとか免許証かなはよく使うので、えー、シュッてやった時にシュッて出せるようにこの一番後ろのところに楽天カードを入れてると普段はね そんな感じで運用してます。はいということでいかがだったでしょうか今日はねこんな感じでカードを押し出すことができるセクリットっていうねこれカードケースねこれをご紹介してみましたこのチャンネルではこんな感じで、えー、今日はねこのちょっとした僕が使ってるねこういうガジェットを紹介しましたけど普段はねデジタルガジェットとかスマートフォンとかこういうねスマートウォッチとかね そんな感じのレビューもよくやってますので、興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお願いします。